あね、ゆるくやってきますかね。今回ね、フォートナイトでも、PUBG でもなく、普通にね、親子でやっていければと思います。ちょっとね、パソコンのスペックが悪いのかね、接続環境が悪いのか、ちょっとね、ラグいんでね、見ていて、なんかね、見にくいところもあるかもしれませんが、まあ、ご了承いただければなと思っております。ちょっとね、久々にね、スイッチ版の荒野行動久々にやるんでね、ゆるくやれればと思ってます。なので、あんまり激戦区行くとね、ラグいこともあるし、久々ということもあるんでね、ちょっと危険なんですけど、まあいきなりね、人がいないところにいきなり降り立ってもね、仕方ないので、まあある程度、銃撃戦ができるところに降りれればなと思っております。とりあえずね、ライフル類が持てればと思ってんだけどね。よいしょ。あとはね、防弾チョッキと、なんかね、あんまり人いないっすね。あんま人いないね。なんだ、なんだか。新たな安全地帯が確定しました。安全地帯に入っている。一息つけるな。いつもね、PUBG モバイルやってるんでね。ちょっとやっぱスイッチ版とかだとね、ラグいからやるのは避けてたんですけど、ちょっと昨日からね、なんかスイッチ版がね、うまくいかなくてね。めちゃくちゃ一人倒した。あぶね、いきなり全く意味来なかったね。あぶね。ちょっとね。まあね、そんなにね、意気込んでやってもしょうがないんでね。ちょっとね、これ右上がね、撃破数が見えないんだけど、まあ後でこれはカメラ調整するんでね、ちょっと調整しますかね。はい、調整しました。さすがにね、あと何人残ってるかね、わかんないと。怖いんだよね。ちょっと音声をね、大きくしました。まだね、そんなに地図見てもしょうがないので、ひたすらね、まあ、備品を漁ると。どうすかな。よいしょ。
これである程度はあれかな。リュックの中はいらねえものは。いいか。ちょっとまだね、リュックの中いろいろ物が置けるんでね、いらねえかなって感じですけど、なんかね、これラグくてね、していかないんだよね、これか。これいらないね。よし、じゃあね、どうすかな。これはいいポジションだな。まだね、どこに、ずれるかわかんないから、とりあえずこの辺を漁りつつって感じですかね。安全地帯が縮小しています。これね、昨日もっとひどくてね。大丈夫だ、もう安全地帯にいる。昨日もっとひどかったんですけど、ちょっとコントローラーとかね、いろいろ見直してたら、なんとなくね、やれるようになりましたと。ちょうどここだね、空襲のとこだね。これが、あれ、ぴったりだね。空襲が開けたらね、これ移動しますか。少ないからね。ちょっとね、開けたね、開けたから移動すか。残り人数が半数になりました。半数の敵はリタイアしている。でも油断は禁物だ。まだ襲ってないところか。もはや移動すぎてわかんないね。あっちかな。これはちょっと面倒くさいからね。よいしょ。ん、いるね。どっか落としてるからいる。いるけどどこだ。攻撃だ。急だけしてね。よし、戻りますか。危ないね、もう危ない。よいしょ、よし。結構真ん中なんかな、ここね。そうね、多分真ん中、ここ中心になってるから、あんまりここでね、移動してもとは思うんだけど。ちょっとね、もし、ちょっとね、他の動画でね、Nintendo Switch シリーズをね、ゲームを上げていこうかなと思うんですけど、もしね、知っていたら、コメント欄でね、寄せていただければと思うんですけど、動物の森、あ、あつ森か、あつ森があると思うんですけど、以前はね、親のアカウントに紐付けて、親御さんとお子さんでね、子供でね、やっていたんですけど、それだと、任天堂ね、アカウントに紐付いちゃって、しかも2人ともダウンロードで、購入してると、
2人同時にゲームができないっていうのがあって、あの島の行き来ができないんですね。そうするとね、なんかお金あげたりとか、あの洋服あげたりっていうのできなかったんで、子供の方にね、ゲームソフト買ってあげて、一応、ダウンロード版とソフトって形で、別々に、やりましたと。そしたらね、初めはね、新たな安全地帯が確定しました。ちゃんとね、同時に起動かけてできたんだけど、先日ね、あの熱盛の、追加版で、追加のコンテンツで、ハッピーなんとかってあるじゃないですか。あれ入れた、あの間違えてね、あれ子供の方の、ゲームソフトの方をバージョンアップしちゃって、あのハッピーなんとかに、ね、入れちゃったんですね。そしたらね、あの同時にね、あのゲーム起動できなくなっちゃったっていうのがあるんですけど、まあいろいろね、任天堂のホームページ調べたりいろいろしたんだけど、やっぱりあの追加ね、追加コンテンツをあの親のアカウントに紐付けてダウンロードしちゃうと、ダウンロードした追加のねコンテンツが、やっぱり紐付けがあの適用されちゃって、親と子でね、あのゲームソフトとダウンロード版って形で、あの熱盛自体はね、あのゲームソフトとダウンロード版って形に、なっているんだけど、追加コンテンツが紐づいちゃってるせいで、ダウンロード版とソフト版で、遊んでてもできなくなっちゃったんだよね。あそこにいるな。何やってんのあれ。ダメだこれ、ブレちゃって。あれなんとかねする方法ないっすかね。なんか知ってる人がもしいたら教えてほしいんだけど、少なくとも一回ね、あの追加コンテンツダウンロードしちゃうとねダメらしくてね、あれどっか違うところが激化されちゃったね。どっかいたら教えていただければなと、もしくは回避方法があるなら、教えてくれればなと思うんですけど、やっぱりねネットでいろいろ調べたんだけど、やっぱどうしてもねそれやっちゃうとね、親のアカウントに紐付けて、あの複数台ねダウンロードして、全部のねスイッチがあの同時にあの起動かかるっていう風にやっちゃうと、まあ、あのコピーライね、コピーの問題と同じ扱いになっちゃうから、まあ、できないんじゃないっていうのがあったんですけど、少なくとも熱盛自体は、ダウンロード版とソフト版で、別々にちゃんとしてあって、ちゃんとソフトも買ってるんだけど、そこにね入れた追加コンテンツが、親のねアカウントに紐付けて、ダウンロードされちゃっただけなんで、要はね追加コンテンツだけが、対象になっちゃってるんですよね。だからその追加コンテンツはね、なんとか見逃してくれないかなっていう、ちょっと淡い期待をしてるんだけど、やっぱダメなのかななんてね、あのふと思ってるんですけど、ちょっとこれね、いや、あのそんなことないですよって、もしあって、なんかそれがね、こういう方法であれば、ちゃんと熱盛自体はダウンロード版とソフト版でね、あの起動してるから、追加コンテンツは悪魔の追加コンテンツって扱いだから、同時に起動できますよっていう、もしね、方法があるんであればね、コメント欄で教えてもらいたいなというふうに思います。まあね、ネットで調べたりね、任天堂のホームページ調べたりしたんですけど、まあ、熱盛自体はね、確かにソフトとダウンロードだからっていうのは、まあ、それはわかりますと。だけどそこにね、追加コンテンツね、追加コンテンツはネットでね、親のアカウントに紐付けられたところからダウンロードしちゃってるんで、まあそれはね、まあそういう扱いになっちゃいますというコメントがね、いっぱいあったんでね、まあしょうがねえのかなと思いますけどね、どうしようかな。まあ都心に降りてもいいんですけどね、まあ、サッカー場か都心がね、まあ、大体みんな人気ですよね。ちょっとね、まあ、時間も時間なんでね。
都心の端っこに降りますか。ここね、降りますか。こっちに向かおう。ね。あとはね、これからどうするんだってところに関しては、まあ、今までね、雑誌の付録レビューとか、プラモデルのね、素組みレビュー続けてたんですけど、やっぱそれだけじゃね、つまんないなと思って、まあ、つまんないなっていうかね、最近物価が上がってるからね、あんまりね、こういろんなもん買ってね、商品レビューしてるとね、ちょっとお小遣いもね、持たなくなってきちゃったんで、だったらちょっとね、ゲーム配信もね、しようかなと。なんかね、付け焼きまでやってんじゃなくてね、結構ゲームね、もう、あれなんですよね。仕事終わった後はね、もうバリバリゲーム配信やってんで、ゲームやってるんだよね。まあ、あわよくばね、どうせゲームやってんだから、じゃあ、ゲーム配信しますかと。いった感じですよね。まあ、PC 版ね、PC 版のゲームも結構やったりしてんだけど、やっぱりね、ね、サラリーマンとかね、会社員っていう言い方がいいんですかね。新たな安全地帯が確定しました。やっぱりそういう人はね、お気軽に安全地帯に入っている。ゲームやるんだったらね、やっぱりあれですよね。スイッチとかね、が一番いいですよね。なんかこの辺で今ね、銃撃戦があった気がするんだけどね。なんか上登っちゃうか。これで防弾チョッキ。ん？いるね。どこにいるの？こっちだね。こっち。なんか来そうだけどな。行くかも、事前に。こっちからね。なんだろうね、エイムのね、エイムじゃねえな。なんか、ね、変なやつくるくるくる回っちゃうんだけど、あれなんすかね、あれ。ん？死んだ。やばいね、これ85って、これやばいね。シャイニングスター